はい、皆さんこんにちは、みまんさんです。今日はオーライトさんから提供いただいた、RN400 というサイクリング用のライトですね。こちらを紹介していきたいと思います。まあ今まで YouTube はまあ趣味としてしかやってなかったんで、あんまりそういう案件とかっていうのは、あんまりやるつもりはなかったんですけども、まあちょうど、ライトがちょうど欲しかった、買おうかなって思ったところもあったんで、まあ今回初めて提供を受けさせていただきました。では早速開封していきたいと思います。磁石みたいになってて、ここが磁石になってます。開けたところに、なんかお礼の言葉が英語で入ってますね。はい、こちらオープンってなってますんで、開けていきます。本体とガーミンと同じ形のマウントになってますね。すっごいちっちゃいですね。質感は結構高いですね。まあ、とにかく小さい、この短いっていうのが、すごくいいところですね。このサイズ感は分かりますか ?iPhone 11ですね。iPhone 11の、短い辺の方ですね。そちらと同じぐらいのサイズなんですよ。めちゃめちゃちっちゃいですよね。このサイズ感ですね。ここがまあ一番僕がいいなと思った点ですね。最近のライトでも結構スペック的にはもう十分っていうか、もう過剰スペックになっちゃってるんですよね。結局、まあ通勤通学に使うとか、まあ土日に、まあ日中走って、まあトンネルとか用のまあライトとか、あるいは帰るのが遅くなった時用のライトっていう使い方だったりすると、正直何時間も持つとか、すごい明るいとかっていう必要がないんですよね。だから、ほとんどその、まあ使わない用途のために、その、まあ高い値段だったり、重かったり、大きかったりっていうのが、結構その、スペック的に過剰なんですよね。まあ、ブルベやるとか、毎晩トレーニングで何時間も走るとかっていうんだったら、もっとその大きい大容量で明るいものの方がいいとは思うんですけども、普通に、まあ、ほとんどまあ夜走らなくて、まあ、トンネルで使うとか、ちょっと暗くなった時に使うとか、あるいはまあ、何ですかね、その通勤通学とかでまあ30分とか走るだけとかっていうんだったら、まあ、その、すごいスペックが必要ではないんですよね。まあこういうサイズ感と軽さ。まあ例えば使わない時にこうポケットに入れておくとか、まあツールボックスに入れておくとか、まあサドルバッグに入れておくとかっていうこともできるんで、このサイズ感が本当にその収納しやすいし、まあ実際使う時もそんながっつり使うってこともないんだったら、このサイズ感がすごくいいと思います。あとやっぱりその、僕なんかまあ特に軽量化とかすごい好きなんですけども、ロードバイク軽くする上で実際に走るときに、まあ装備するこのライトとか、まあサイコンとか、そういうのが重かったりすると、せっかく軽量化したのに効果が低くなっちゃうんですよね。例えばライトでまあ、そうですね、ライトで 70g 軽くできるとして、例えば自転車本体の方で 70g 軽くしようとすると結構お金かかるんですよね。結構高いパーツ買わないと 70g って削れないんですけども、逆にこのライトの場合は安い上に軽くなるっていうのがあるんで、これは本当にその、まあなんですね、軽量化を考えると非常に有効なパーツだと思います。で、実際その、夜すごい何時間も走るとか、ブルベで使うとかじゃなければ、もう実用的な、まあ、スペックなんですよね。時間とか明るさ的には。なんでこれ以上のその、重いとか高いとか大きいとかっていうのを買う必要がちょっとないかなと思います。これが本当最大のメリットかなと思ってます。で、こちら。ガーミンと同じようにこうけでつけられるの、これがすごいいいですね。こっち残り何が入ってるか見ていきたいと思います。あともう一つですね、こちらもマウントなんですけども、 GoPro マウントに挿す用のアダプターになってますね。これは、まず2つついてるっていうのがすごくいいですね。3台とか自転車持ってるんで、マウントを2台、例えばこれ2台つけといて、それでこうすぐ付け替えられるっていうのがすごくいいですね。で、僕はさらに普通にガーミンも使ってるんで、ガーミン用のそのステーみたいのもいくつか持ってますんで、それも使えるんで、自転車が3台とか4台あっても、マウントを買い足さずに、このライトのマウントを、用意することができるのがすごくいいなと思います。残りなんですけども、こういう形で、六角レンチですね。こちらハンドルにつける用の工具としての六角レンチ。そして、充電用の USB ケーブルですね。こちら USB の Type-C になってるんで、これもいいとこですね。マイクロ USB とかじゃなくて、ちゃんと Type-C になってる。最近の流行りの Type-C になってるっていうのがいいし、急速充電に対応してるっていうのもやっぱりいいところだと思います。で、残りがこちらバンドですね。バンドが3つついてます。だからこれ、の変える用ですね。これの長さを調節用に別途3つついてるんで、こういった短いの、長いのとあるんですけど、こういう長いのっていうのは多分、多少エアロ形状のハンドルでもつけることができるんじゃないかなと思います。そして残り最後の説明書ですね。はい。一応日本語も書いてはありますね。使い方のとこだけですね。このオンオフ、長押ししてオンオフでクリックして、モードを変えるみたいな。それだけなんですけども、一応日本語は書いてある。